吉田友派遣動画チャンネルの吉田友です。ここは小田急線の玉川学園駅前のところです。このところに、その向こう側の文化センターとの間に、橋ができるということで、一応ができるということで、その工事が夜間で、行われております。右側の上の方にはこの大きなクレーン、加藤のクレーンがついておりますが、これで、今ついたトラックの部分を取り上げて、そちらに組み立てる作業が夜間工事で行われるわけです。この手前は本来はタクシーのお世話になっておりますが、そこのところはグリーンのところまで使用してタクシーが寄る予定ですが、今の時間ちょうど今タクシーが一台入ってきました。後ろの方にも入ってきますが、向こう一番向こうの方はこのトラックの作業車が荷物を積んだ状態でいます。大きな鉄の交換の建物がありますので、今ちょうどクレーンの吊り下げ部分が持ってくれたところですので、これから見上げるところでしょう。それでは、この派遣のガチャレンジをした質問でした。終わります。